お父さん簡単だったよ。僕は悪くない。だってあいつらがお姉さんのこと。あやと、どうしてお父さんがあなたに立ち合いを禁止しているかわかる？あなたは強い力を持っている。でも強すぎる力は人だけでなく自分を、あやと自身を傷つけてしまうことがあるの。よくわからないよ。とにかく、まだあやとには早いってこと。じゃあ、いつになったらいいの？あやとが自分のなすべきことを見つけたときかな。なすべきこと？うん。それは、あなたが自分の力をどう使うか決めるときだから。お姉ちゃんは、もうなすべきことを見つけたの？もちろん。私がなすべきことはね、あなたを守ることよ、あやと。それが私にとって、何よりも大切なこと。じゃあ僕もお姉ちゃんを守るよ。それが僕だ。ユリスじゃないか。自由だね、こんなところで。お前、なぜここに？なんだってめえは。なあ、こいつ例の転校生だよ。なんだと。あ、俺は天尻綾斗。やらせて。てめえ。おい、いいね、いいね。おい、何とするんですか。ベンさん、これ以上はまずいよ。俺は諦めねえぞ。必ず俺の実力を認めさせてやる。今朝の決闘といい、レッサー相手にその落ち着きといい、なかなか食えない男だな。そうかな。そのとぼけた顔がいつまで続くか見物だ。ここはお前が思っているほど甘い場所ではないのだからな。じゃあユリスはなんでこんなところ。お姫様なんだろ？金のためだ。え？私には金が必要なのだ。そのためにここで戦っている。手始めは手抜きだ。まずはここを押さえておかねばならん。じゃあもうパートナーは見つかったのかな？フェニックスはタッグ戦だぜ。ユリス、友達いないの？パートナーが見つかっていないのは、私に友人がいないからではないぞ。いや、私に友人がいないのは事実だが、それとは関係なく、
単純に私のパートナーとして方角基準に達した者がいないというだけだ。友達がいないのは認めちゃうんだ。ちなみにどんな相方がお望みで？あまり正確は言わんが、まあ最低でもステージ1クラスの戦闘能力を持ち、頭の回転も速く、強い意志と高潔な精神を秘めた父のごとき者だな。それはまた。やべえ、締め切りの時間だ。え、じゃあ俺はこれで。私もそろそろ戻るからな。あの、ゆりくん、いないな。男子寮ってどっちだっけ？に笑うんだなって思ってさ。なひどい子しない。私だって笑うことくらいある。あちらにまっすぐ進めば男子寮に続く道に出る。あとは道だけ。お、次はルーだ。今度俺に学園を案内してくれないかな。せっかくだから町の方も。何の冗談だ。どうして私が。だって一度だけ頼みを聞いてくれるって言ったじゃないか。それは確かに言ったが、そんなことでいいのか。うん。まずはこの学園に慣れないとね。仕方あるまい。借りは借りだからさ。では、学園内の案内は明日の放課後。町の案内は次の休日でどうだ。ゆりくん。ああ、おはよう。今の聞いたか？あのお姫様が挨拶を踏まれたのか？失礼だな、貴様ら。私たち挨拶くらい返す。海外に引っ越して以来だから、もうかれこれ6年ぶりかな。うん、そうですかね。それで言っても変わらないね、さよは。なんか昔のままっていうか。そんなことない。ちゃんと背も伸びたし。そう。しかし世の中狭いもんだ。運命の再会ってやつだもんな。運命の再会。ジャボキはいい子がいる。そういえば、おじさんは元気かい？元気すぎるから、出張してほしい。私がここに来たのも、お父さんがそうしろって言ったから。おじさんも？お父さんの作った図、全然すごいって。そんな理由で。私は私で理由があった。だから平気。ほう、で、その理由とは？それは、秘密。ほふん、なるほど、なるほど。薄いな勘ぐりはやめた方がいい。ほら、了解した。ほらほら、さっさと席に行け！ホームルーム始めるぞ！あ、朝宮じゃねえか。おはようございます。てめえ、昨日はなんで休みやがった？聞いてやるから言ってみろ。そんなこと。ははっ、どっか寝坊か。アホ、それで何度目だ。次の休日アホ中だからな。パパが弱いところも変わってないね。お布団には勝てない。子供の頃よく遊んだ公園、覚えてる？うん。大きな池があったとこでしょ？そうそう、あそこでさ。そろそろ準備はいいか。
ああ、エリス。じゃあ、よろしく頼むね。仕方ない。約束は約束だからな。約束って？今日はエリスに学園を案内してもらうことになってるんだ。リーチフェルトに？なぜ？それは、まあ、いろいろあったんだ。ササニアには関係ない。じゃあ、行くぞ。ああ。待って。私が宿を案内する。リーチフェルトは仕方ないって言った。だったら私が変わっても問題ないはず。もう一度ありがとうが、私は一度変わった約束を破る気はない。でも、あやとだっていやいややられるより、私の方がいいと思う。いやいやではない。ないし、今年入学したばかりのササニアより、修道部からここにいる私の方が案内にふさわしい。あの、二人とも。あら、そういうことでしたら、私が一番責任ということになりますね。ギリスは中等部3年からの転入ですが、私はちゃんと1年生からここの生徒ですもの。ほら、なぜお前がここにいる。っていうか、その前にまず備えてよ、クローリア。ほら、皆さん知れないです。せっかくですし、私も混ぜていただきたかったのですけど。いや、不条件だ。それでは、要件だけ済ませて退散するとしましょう。いや、だから焦ってるってば。はい、こちらを。先日お話ししたオーベルクスの選定および適能率検査を明日行います。問題ないようでしたらその書類にご署名をお願いいたします。あ、そのことか。ただの書類をわざわざ持ってくるとは、生徒会長も随分暇らしいな。うちの生徒はみんないい子ばかりですから助かっています。昨日から思ってたんだけど、ユリスとクローディアって友達なの？大丈夫だ。え？あらあら、冷たいお答えですね。ユニのオペラ歌舞踏会で何度か顔を合わせた程度の昔馴染みだ。用が済んだらさっさと帰ればいい。ごきげんよう。ですが、明日は私のアヤトを独り占めさせていただきますので、明日からです。あのメディキン。少し父が大きいから結構食事に乗り寄って。あんなもの、所詮ただの脂肪ではないか。おい。ああ、じゃあさ、だからし、二人に案内してもらおうかな。二人で。